はい、こんばんは。山形県高畠町で駆け出しバーテンダーをやっているバーマーの武田です。はい、それではですね、今回こちらにありますギネス紹介していきたいと思います。はい、でですね、前回でしょ、缶のギネスだったんですが、今回紹介するのはこちらです。はい、ギネスの瓶です。はい、ということで、はい、今回ですね、こちらギネスの、エクストラスタウトをやっていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、前回こちらにある缶のギネスを注いでいったんですが、まあね、今回はちょっとまあ比較ということもあって、まあ、こちらのね、瓶を紹介していきたいと思います。はい、でですね、まあ、今回ね、こうやってギネスね、ちょっとね、デザインチェンジがあったので、まあ、それも含めてね、味とかもどんな感じなのかなっていうのもね、再確認という感じでまたね、飲んでいきたいと思います。はい、で今回もこちらのギネスの瓶、グラスにね、注いで、飲んでいきたいと思います。はい、それではね、はい、もう飲みたくてたまらないんですよはい、なので、早速、注いでいきたいと思います。ではこちらをどうぞ。はい、それではね、こちらね、ギネスの瓶を注いでいきたいと思います。はい、では開けますね。すげー綺麗な泡ですね。へー、なるほど、もしかするとサージになるのか。はい、それではね、ギネスエクストラスタウトね、はい、ついていきました。で早速飲んでいきたいと思います。それでは乾杯。見てください、めちゃくちゃ泡が綺麗ですよね。それでは飲んでいきます。やばいめちゃくちゃうまい、やばいな。はい、もうやばいしか言ってないんですけどかなりビター。はいはい、すごいですね。はい、ではね、ちょっとね、こう飲んでみた感想なんですけど、まずね、香りね、香りめちゃくちゃビターな香りというか、そのローストした香りっていうのがすんごいきますよ。はい、で味わいなんですけど、まあ入りはすっきりしてるんですけどね、すっきりしてるんですけど、めちゃくちゃいい感じの苦さありますよ。はい、ロースト感のやっぱそのコーヒー、まあ前回お話ししたんですけど、麦を焙煎しているので黒いんですが、そのやっぱコーヒーからそのローストした香りっていうのがめちゃくちゃガツンってきますね。はい、すごい、でそのかなり後味にない苦さっていうのが、その大人の苦さって言ったらいいですかね、そのロースト感の苦さっていうのがすごいです。なので、僕のこう印象としては、その味わいとしてね、味わいとしてその缶との違いっていうのは、すごいビターな苦さがすごい強い、はい、まあすごいね、ギネスらしいって思います。はい、めちゃくちゃうまいな。僕はね、味めちゃくちゃ好きですね。はい、いやかなりこうやっぱ缶のギネスと比べてすごいストロングな感じですよ。強めな感じのこう インパクト強めの、はい、やっぱそのビターさっていうのがすごいですね。ビターな苦さっていうところが一番強いかなって感じします。ただね、飲み口はすごくさらっとしてるので、そこもまたいいなって思いますね。
で、まあ、ギネス特有の結構その飲んだ瞬間の酸味とかね、そういったところもすごく美味しく出来上がってます。はい、缶のギネスとの一番の違いが、あの前回この缶のギネスはですね、微炭酸の、窒素ガスだったんですが、こっちはねしっかり炭酸あります。はい、炭酸があるんですよ。はい、でじゃあなんで炭酸があるかというと、あの以前で流した動画、まあ、上げてるんですけど、その缶のギネスだとこう継いだ時にあのすごいねこうブワーってこうなんだろうな、サージングっていう作業があって、あのまあこれすぐ黒じゃなくて、はい、ちょっとこうなんだ茶色っていうかね、茶色っぽいのが色があって、どん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 こう時間が経つにつれて泡が上に行って、こう2層にこの今の黒とこの白っていうかね、クリーム色みたいなこう2層になってくれるんですけど、今回はねそれがないんですよ。はい、なのであのこちらがねやっぱ炭酸使って、炭酸が強めで使ってね作られてるので、あのまあもちろん飲んだ時に一番違うのは炭酸強いです。はい、で炭酸強くて、こっちはねあの缶の方は窒素ガスなので本当に飲みやすい、ほとほぼほぼ炭酸がないっていう感じなんですけど、そこが一番こう缶と瓶の違いかなって思いますね。はい、はい、なのであのまとはいえもめちゃくちゃ味わいがすごくて、はい、これはこうやってこれで味わいめちゃくちゃうまいんで、めちゃくちゃ僕は好きですね。はい、ぶっちゃけ言うとあの、まあ、僕的のこうイメージだと、この缶はこう見た目ね、ディティールっていう部分はギネスのその本場本当のね、たるサーバーとかで作られるギネスに近いで、こっちはあのディティールというよりは味わいが近いです。なんでね、その、まあ、僕ねあの、まあ、ちょっとここでちょっとしたこうお話になるんですけど、あの僕あの以前アイルランドに行ってギネスをねしっかりこう現地でね飲んできたっていうのもあるんですけど、で現地でもギネスをねしっかりサーバーでその工場で作られてすぐのギネスを飲んだり、あとはそのパブに行ったりしてもずっと毎晩毎晩ギネスを飲んでるっていうような感じだったんですよ。で、まあ、一応日本にいる時もパブを見つけてそのギネスをね必ずサーバーの樽生のねギネスを飲むっていう感じのことをやってたんですよ。でギネスは好きでずっと飲んでるんですけど、あのやはり僕的にはもちろんそのサーバーのギネスはめちゃくちゃうまいんですよ、めちゃくちゃうまいんですけど、本当にあの飲んで思うのが、先ほども言ったんですが、やっぱりディティールは缶なんですけど、味わいというのは本当にこちらの瓶の方がすごい似てるなと思って、このやっぱりギネスの苦さ、ビターな苦さのガツンっていうのはすごくこう似てると思って、僕飲んだ印象だと味はこっちがめちゃくちゃうまいです。本当に美味しい、飽きずずっと飲んでられますね。なので僕的にはねめちゃくちゃうまいんですよ。はい、かなり美味しいです。なのでそのもちろんサーバーというかね、その樽生にめちゃくちゃ味わいは近いと思います。はい、なのでぜひね、もしギネス好きな方はねこちらの味わいめちゃくちゃ美味しいと思いますよ。で、あの最初にも言ったんですがデザインも変わっていて、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとこう近代デザイン見たくなって、でこちらのラベルの赤もかっこよくて、こうこちらはこうねギネスってかかってるんですけど、こちらはハープを書いてるんですね。はい、こういうの違ったりなんかね、こう違いも見てみても楽しいかなと思いますね。まあ僕個人的に結構こっちねシンプルで、このギネスのロゴが入ってるのはかっこいいなと思いますね。はい、今は基本もこっちかな、今ちょっとだけこっちがちょっと売ってるかなっていう感じなんですけどね。はい、是非ね、まあ、ギネスの瓶見つけた方はね飲んでみていただきたいですね。継ぎ方はあの普通のビールと一緒で継いでも大丈夫かなーって思ったんですけど、ちょっと今度実験したいことも一つあったんで、またちょっと別回でやりたいな。うん、めちゃくちゃうまいっすよ、ギネスたまんないっす。うん、まあ、苦さがかなりうまい、この、うん、ただ苦いだけじゃないんですよ、このローストの苦さと酸味というか、そしてしっかり甘さがめちゃくちゃうまい。はい、ぜひね、まあサーバーのもぜひ見つけたらサーバーのも飲んでいただきたいですし、缶もいいですし、ただね味わい的には瓶は自宅で飲める味わいだったら瓶がめちゃくちゃハイクオリティです。はい、ぜひね、こちらギネスオリジナルのエクストラスタウト飲んでみてください。はい、ではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。もしね、この動画がいいなと思った方は、いいねボタン、そして、チャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、私、バーマル武田 SNS もやっておりますので、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、はい、こちら、バーマーと検索してみてください。はい。
それではありがとうございました。おしょうしな See you。 はい、いやたまんねえ、もうギネスたまんねえ、もうギネスの服着てギネス飲んでギネスのバーマットでついでもうギネス頬張るってたまんねえっすよもうやばいっすねで、まあ、ちょっとおまけだからちょこっとまた話しちゃうんですけど、最初ついで思ったのがもしかしたらサージングなるのかなと思ったんですよね。泡めちゃくちゃ出たんで、ちょっとね違う継ぎ方でこの瓶をもう一回楽しんでみようかなと思います。それねまた別動画で上げていきたいですね。はい、まずねこの瓶ぜひ飲んでみてくださいね。ぜひね、はい、ギネスに乾杯。